レーミリシラ外国人と見ていくハイキュー3期9話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタンチャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではいきましょう、レッツゴー。お、バレーバカたち。おお、なんだなんだ、安定のこの顔だな。ヨウ、この顔ウケんだよね、ずっと見てると。あ、お、月月指、月。おう、指はあれだろうな、飛んでねえだろうな。ほんと最悪。おう、折れたか。おう、止まって上に飛べ。おう、あ、ちなみにスパイカーと1対1の時は基本的に相手の体の正面じゃなく利き腕の正面でブロックすると。やりづらいね、相手は左だもんな。怖いですね、無敵だと思っていた変人速攻も止められてしまうとは、うん、おお、ここでの壁がな。おお、うん、ハイレベルなんだよ、ハイレベルなんだよ。おお、これを見てんだ。締めるコース変えたんですか。おお、気づいた。おお、次ちょっとブロック飛んでな。すげえ、これちゃんと見てんだ。やばやば。というか集中だ、うん、今の戦況がどうかじゃなく、うん、多分戻った時自分が何をするか考えてる。すごいね、もうどうでもいいんだよな、自分の指なんて。月、おお、大丈夫なの、折れてない、いける、出血してたよね。カラスノのメガネ。おっさん、おっさん。あと1点で終わっちまうだろうが。おお。チーム組んでる。出血は止まりました。大事なところはガチガチに固定しました。打球。プレーの影響は最小です。いや。打球。大体そんな感じです。大体そんな。まさかお前に試合出たいアピールされる日が来るか。すごいね。ノーとは言わせねえ。今までとは思えねえわ。痛めたのは小指で、それを薬指に固定して試合は続行するみたいです。こういうことか、杉蔵さんみたいな。痛いのは何も収まってないです。つらつら。稼いだぜと言いたいが、どっちかっていうと山口の方が稼いだ。正直にどうも。正直にどうも、強者であれ。いいね。正直にどうも面白いな。ジャンプフローターが来る。守備少し前出るぞ。ジャンプフローター、ジャンプしてフローターってなんだ。ここを切れば次は佐々木のサーブのターンだ。ここをなんとか止めたい。ダイサー、おお、これがそうなのかい、ジャンプ、うん、こうじゃなくてジャンプこう。ガラスノの守備はもっと穴だらけなのに。おお、おお、おーイエー、セーフ。いいよ、でも嬉しがるんじゃなくて、さすがトビオちゃん。トビオちゃん悔しがってるのはええな、いいよ。おお、ここでツッキー入る。いや、根性の男やで、ツッキー。よくやった。まあ気持ちわかるよ、今の。この場面で普段通りを発揮するのって大したもんだぜ、うん、ああ、はい、素晴らしい素晴らしい。成田さんだっけ。どう、ヒーローみてえな登場じゃねえか。どう、あの3枚ブロックの時なんですが。冷静かよ。冷静だな、もうそれしか考えてねえんだよな。やってもらってる間も、うん、さあ反撃だよ。いやマジでもう後でええからな。いいな、いや月マジ変わったな、すごいわ、信頼度がやばい本当に。まさかないと思うけど、遠慮とかいらないから。お、ないと思うなら言うんじゃねえ。ああ、ねえ、いいねいいねいいね。何この2人の顔。シラブ、約束は覚えているか。彼イケメンではな、シラブさんイケメンやろ。どんな状況でも無慈悲に俺を使うことができるか。はい。おお。劣勢で終盤のサーブ。こっちも一気に来るね。頼む、決めてくれ。でも牛若さん体力全然来てねえな。攻めろ。頑張ってファーストゲームとか失いながらも牛若攻めしたのにの。こっちは見てないことが、こんなにも心強いとは。おお。心配がねえんだよな。ひたすらもう前を見てんだよな。おお、上げていく。さあ、ズッキーの目。いいね、日向がもうその中にいるんだよね。見てるんだけど中にいるんだよ、だから体が動くんだよ。おお、いけるかいけるか。おお、うわー、顔が。そこを狙ったなわけねえか、たまたまやな。日向じゃあるまいし。うわ、最後まで戦ってみたいなんて。うわ、関係ねえ。うわ、イケメンだな、なんやこいつ。またせいだ、すごっ。あのメガネ君は、おー、最初の練習試合の時はちょっと賢いノッポくらいに思ったのさ。はい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 。ところがどっこい、ミシナイズ、賢いやつが熱くなったらやばいよ。熱いんだけどクールなんだよな。時間差、開けます。おお、やはりクールだ。痛みもあるだろうに。やばっ、やばっ、全部見てんじゃん。他人の指示までできるもんだぜ。
すごいな。絶対頭の片隅にあるはずだよ、痛みとか。おお、つなぐね。うわ、手がもう震えてんだよね、痛みで。勝手にな。おお、いや、ダメージ来てるな、牛若も。うん、気合で飛んでる感あるな。ひなた、ひなたピーンってなってる。うわー、やっぱみんなそうなるよな。うわー、わかるわ、わかるわ。急にどっかででも飛べなくなるぞ。おーおーおおおお、バレてる。でもコンマ数字のは稼げましたよ。ああ、さすがにね。はいはいはい。おおおお、いけ田中さん。熱っ、これは強い、これは強い。大手大手大手、やっばやっば、えぐいな。さすがにたまらずタイムからのデスビームか。タイムアウト取ったね。本当雑食だな、カラスの。メガネのブロードなんて初めて見たぞ。すごいね。だけど俺たちは完成度の高い時間差攻撃をやすやすと捨てられないし、白鳥さんは個人の強さを極めるスタイルを曲げない。それで今強豪と呼ばれてるわけだしね。はい。でも多分カラスのには守るべきスタイルなんてないんだ。そうだね、強豪って言われてた時代にはあったかもね。落ちて上がるだけだからな。だから新しいことに手を伸ばすことに躊躇がない。でかいよ、大事だよ。神業速攻でさえ、すぐに捨てて新しくしてきた。すごいよな。古く堅実な白鳥さん。新しく無茶なカラスも。カラスはザ・カラスだよ。勝ってもムカつくからどっちも。生き残るために何でも食う。うんこ野郎だな。うんこ野郎ってのやめてくれる？クソ野郎とどっちがいいか選べ。じゃあうんこかな。うんこだな。俺もうんこだな。どいつも足の限界だろうな。おう、牛若は見るからに打数が多いから当然だけど、カラスノの攻撃陣はスパイクの打数っつうか助走に走ってる本数が多い。うん、はためには無駄な動きに見えるかもしれないけど、そうか、みんながな、それこそがカラスノの攻撃がシラトリザーのブロックをかいくぐれている最大の要因だからな。確かにシンクロ祭りしてるからな、みんなやべえな。ヒロ、うわ、足、沢村はもう限界を超えてるはずだ。みんな足をね、こう意識してる状態だな。大丈夫ですか、山ちゃん。一人で半点近い得点。すげえな。徹底的にマークされ、上がってくるボールは打ちづらいものも多いのに。分かっていた。分かってはいたが、なんてやつなんだ。牛島若俊。あ、ここでもしかしてコーチ、監督、声優さん変わられたんですかね。初代というか、もしもあの僕の聞き間違いじゃなければ、すごい大事にしてるのがめちゃくちゃ伝わってくるというか、今一瞬のもしかしてっていう、あとは事前情報がその変わったっていう話があったからこその気づけたけども、すごいな。多分そうですよね、牛島さん。残念ながらですけど、どんな時でもトスを上げるというのは牛島さんが使い物になるうちはということですよね。ぶっこむね。なんか知らねえけど、その言い方はなんだよ。ぶっこむね。そうだ。すごいね。いや、すごいね。バレーが1対1の競技なら、俺たちは白鳥沢に勝てない。体は小さいし、個々の攻撃力も劣る。でもコートには6人いる、俺たちが勝つのは奇跡が起こるからじゃない。最後までコンセプトは変わらない。かっこよ。殴り合いを制す。いや、マジかっこいいんだけど、マジかっこいいんだけど、このセリフ。やれることはこれ、彼が言うからこそなんだよな。互いにタイムアウトは使い切った。次にコートを出るときは勝者になって戻ってこい。若干キムスバさん感あったけど、気のせいコーチ、わかんないけど、ちょっと一瞬思いつきましたね。思いつきました、思いました、はい。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。あれ、テレビもちゃんと大地さん映してたから、なんかね、このシーンとかね、綺麗に使ってほしいですよね。めっちゃかっこいいシーンやで。手加減なしのサーブ、うわ、生きてえな、ここ。大事な、大事な一発。うわ、すごいな、ここで。え、うお、アウトか。こんなさらっといくかと思ったわ今。いや、こうだよね。いや、でもすごいいい攻め、いい攻め、いい攻め。見込みが甘かった。いや、いい攻めしてるよ、このタイミングで。うわ、だる、だるつぶね、マジでだり。うわー、怖い。うおー、いいんだろこれ。どっち、インした、アウト、アウト。よかった、よかった、よかった。切れてよかった。どまい、オッケーオッケー。戻ったら
100本サーブだな。どっちも守る気一切なしだな。ないね、ないね。ラッキーだけど、うん、互いに。すごいよ。元も子もないっていうか。でも強烈なサーブは打つだけで相手への圧力になるんだぜ。おお、かっこいい。ジャンプサーブはリスクの高いサーブ。はい。でも一か八かの勝負か。入れるサーブか、うん、それを選ぶんじゃなく、うん、勝負サーブをここで決めるのが強いチームなんだ。勝負サーブをここで選択できるのが強くなれるチームなんだ。ですよね。ミスなんかない方がいいに決まってるし、うん、相手のミスはもちろん美味しい、うん、でも勝負したことには価値があるんだ。うわ、あいつらが考えている限り。このストレートな言葉マジでいい。このストレートな言葉の数々がマジで刺さるわ。お互いに一本も引かない。打つのこの手で。いやー、さすがにな、さすがにな。飛びつくな。今のは絶対痛えわ。おお、日向が、おう、おう、綺麗、美しい。だが止まってる。おう、やっぱなんかあっちの方が高かったよね。高いというか、なんでというよりタイミングだ。レモン君に飛ぶのが少し早かったんだ。あー、タイミングか。焦りもあるだろうが、はいはい、ここに来てなお空中に留まっているようにさえ見える。後ろからの空中姿勢だよ、うん、すごいよね。良ければ空中での余裕が生まれるからな。おー、精神力やべえな。スタミナ切れもストレスも牛若には関係ないってな。来てるね、来てるね。牛若めっちゃ来てんな。確かにこいつは化け物か怪物か。ああ、俺たちにとって一番しっくりくる呼び名は超バレーバカだよ。ああ、そこで回収。でも立ちだからね、立ちだよね、確かタイトル。うわ、すごい。なんかどっちもどっち白熱しててめっちゃ好き。さあ打てくれよ。いいね。うわ、十分です。やりとりがみんな好き。すまん、短い、恐縮ながらすいませんけどもみたいな。十分ですからのぶちかましていく。小柄で主力というのも珍しいですよね。うん、まるで小さな大きいものが強い。お、それが自然の摂理だわ。うわったな。小さな巨人って言おうとしたで。最大じゃねえか。お、いったれ。うわ、なんかいい、綺麗。すげえ集中力だな。なんだよこれ。ここでこの球打ちます。おお、これを決めれば勝ち。おお、おお、飛びつけ、快感の匂いのする方へ。サトリン、うわ、重ねてる。俺は俺の40年をかけて。おお、ギャー、カラスの10番、止めろ。お前を否定したい。おお、うわ、わお、わお。そうか、自分との戦いにもなってんだよな、監督。それが日向ができちゃうと、まあちょっと自分の中の今までは否定される感もあるもんね。だから全力で否定したいんだよな。いいな、すごくいい。なんか全ての声かみ合いがいい。カラスノの10番を考えてんだ。ファイナルセットのデュースっていう崖っぷちでドシャッと食らって、はい、へこんでる隙さえなく次の手を考えてる。気持ち悪いね。うお、持ちこたえてくれ。最大の褒め言葉、気持ち悪いイコール。うん、すごいな、マジでこれきついだろうな。おお、いいね、イン、オッケーオッケー。あと1個決めてくれ。うわー、いくぞ。いったれいったれ、レオさん。オーイェー。うわー、え、お前が来るの、お前が来るのか、足。マジか、後ろが来ると思ったのに。10番ももう足が限界なんだ。うわー、許してやれ、ひなた。カラスノはもう気力だけで動いているよ。そうよ、私も前衛に回ったし、ブレイクのチャンスだ。おお、いやー、なんとかこれ勝ってほしいな。どっち、喉から手が出るほど欲しい連続得点。いや、クソったれ。それを手に入れる瞬間は必ずしも劇的ではない。うわ、そこに落ちるって。動かねえ、分かってんのに動かねえんだ。ああ、うわ、のやっさん、うわ、飛んでる、気合で飛び上がった。おお、まだ上げた、まだ上げた。いや、なんで上げるんだよ、なんで上げれるんだよこれ、なんで。うわ、上げたけども関係ねえっていうのをまたさらに上げた。何この、いや、守護神エグエグからのバチコー、ナイス、これはいった、これはいった、うん、ナイス、すげえな、なんだよこれ。カラスノには俺ありっすから。よう動いたわ。
俺にもできないことがある。だから無理を承知で言います。お太ももがはち切れようとも空中戦は頼みます。うわかっこいいな。取った後にこんなん言われたら頼むぞ。モチベでしかねえよ。選手交代の手も尽きた。でも今セッターが光栄で前衛の攻撃3枚、後ろには日向の超高速バックアタックを含めた攻撃2枚、 100% 超攻撃型ローテ。もしも攻撃のチャンスがつかめたら、チャンスではある。不在沢村は前衛でレシーブが最も手薄なローテでもある。裏を返せばな。ブロックにかかっている。うわすっげえ。ヘド来た。いやマジ怖いんだよなこの曲の静けさが。おおやる。今の即座な判断。メガネに時間差攻撃は通じない。なら速さで中央突破だ。速さで。ここでドセンターかよ。やばい。優秀なエースは存在自体が優秀なおとり。いやそれすらツッキーは見てるんだよな。聞いてくれよツッキー。絶対よ分かってんだよな。またプロさんにリードブロックやれって怒られた。おうおう。まぐれだろうがカンだろうが、カブトムシついてる。クワガタが、クワガタついてる。このシャットは確かにいい気分だけど、僕はそれ以上に出し抜かれるのが嫌なんで、ボールを追えば多少反応は遅れても完全に振られることはないでしょう。かっこよ。ツッキーっぽいね。要はお前がかっこいい方がいいんだろ。分かってねえよな。これだからお子ちゃまはよ。おお。うわ飛んでいった。飛んでいった。いいか小僧。飛んで飛んでいった。リードブロックは我慢と粘りのブロックであると同時に。うわ同時に。最後に笑うブロックだ。合宿総回収。やばすぎる。やいてやな。痛いよな。痛いけどそんなもの1ミリも見せねえ。月島くん、うわ、おお曲変わったからワンチャンじゃねえ。リードブロックの速攻に対する目的は止めることより触ること。そっか。メガネ小僧はボールを追うことだけを貫いてきた。やば。慣れてきてもおかしくない。チャンスだ。でここでもチャンスになるわけなんだよ。最後に笑うってそこ含めなんだよ。チャンスなんだよ。以外の選択肢。よし。行ったれ行ったれ行ったれ。止め止め止め。バックアタック。止め行ったれ。完璧。ぶち止め、ぶち止め。行ったか。ふざけんじゃねえお前この野郎。さあすごいところで終わっていきますね。わあ本当にもうちょっとこのままぶつづけみたいなと思います。一気に最初はいきますよ。すげえマジ興奮する。やべえなやべえなやべえな。配球マジでやべえな。はいということで引き続き次最終話だ。まあ3期最終話のね4期ありますんでね、引き続きみんなで楽しんでいければなと思います。それでは最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。 See you next time!